はい、インボ飯です。よろしくお願いします。いただきます。いただきます。今日は何ですかこれ。本日は DMM の方からの献立です。サロン会員のカルマさん。あ、カルマさんね。ナインズのね、カルマさんですね。これはガーリックシュリンプってことでね。お、ガーシュー。トースターでできる簡単レシピです。うまそうだよ。まあレシピはね、あの DMM にしか載ってない幻の。そうですね、企業秘密ですからね。それを知りたい方はぜひ DMM お入りください。消されるからね。よろしくお願いします。いただきます。非常にね、最先端情報を公開しますね、DMM は。フィーチャリングインゲン豆。いただきます。いただきます。うまい。あ、うまい。大好物。あ、いいね。この尻尾はちょっとね、間違ったエビだからね、ちょっと食べれなそうだけど、食いたい人は食ってもいいですよって感じだね。どうぞ。うん、いいね、この海鮮の香りが、うん、うまいわ。エビはこれニンニクとインゲン豆って合うね。うん、エビの尻尾で食べる人と食べない人いるよね。 G と同じ成分っていうね。うわ、そう。あ、噛み心地似てそうですね。似てそうなんだよ、うん、まあ想像したくないだから。でもなんかさ、海にいるか陸にいるかの違いのように感じるよね。だってこれキモいじゃん、うん、普通に考えて、ね、え、虫だよね普通に、うん、気持ち悪いじゃない。カニとかエビとかさ、カニも虫だと思う。虫でしょあれ。やっぱすごいよあれ、最初に食った人。俺やっぱよく思うのよ、うまい食べ物あるじゃない、でも見た目キモいやつとかあるじゃん、うん、やっぱあれ最初食ったやつすげえ。ウニとかもすごいじゃん、あのね、針の中をほじくって食ったやつってさ。あれだから普通に今いたら有名 YouTuber だと思うよ、うん、俺あの人好きなんだよね、 YouTuber でさ、たまに見るんだけど、自らに毒注入するさ。すごっ。え、あの平坂さんだったっけな、そういう生き物ハンターの人がいるんだよ、うん、生物ハンターみたいな。だからあのオニカサゴの毒針を刺してみるとかさ。うわ。じゃあその毒の威力を確かめる人がいて。威力を確かめる。そうで、自らその噛ませるとか、その顎のパワーがすごい人がいるじゃん、うん、生き物、うん、だからちょっと噛まれてみてどんぐらいの威力なのか確かめるっていうさ、超体張る人がいるんだよ。すげえな、あれ最高に面白いんで、皆さんぜひ見てもらって、うん、毒を持って毒を制すタイプというやつだね。いや、そうで、うわ、毒が回ってきましたとかさ、今めちゃくちゃ痛いですとかって言ってレビューする人がいるんだけど、リアルなんだよ。あれはね、結構面白くてたまに見るんですよ。でそれに似たようなタイプだよね。だって毒持ってるとかもさ、あれやっぱ身をもって確かめた人がいるわけでしょ、うん、こいつは毒があるとかさ、食ったらなんか寒気が止まらなくなるとかさ。でも勇者だよそれはな。逆に虫食ってたとかありえんのかな。あ、そもそも人間が、人間が結局食わなくなったとか。いや、どうなんだろうね。でもまあ昆虫食っていう文化はあるからね、実際、うん、普通に食べるじゃないですか、カブトムシとかね、うん、まあ、うまいやついるかもしれないしな。幼虫とかさ、ああいうのって実際食文化として定着してる国もあるじゃない。だから俺さ、昆虫食は否定しないんだよ俺。その文化自体もやっぱそういう国があるから。だけどその急に食うはずのなかったコオロギを食わされるっていう、それがおかしいのよ。その飯食う文化のない人たちにお前ら虫食えって、うん、急に虫を食べることをね。しかもコオロギなんてさ、食文化として定着しなかったんだよ。もちろん食ってるやつもいたかもしれない。だけどやっぱ世界的に見てコオロギを食ってる文化がほぼないっていうのは、やっぱり合わないからなんだよ単純に体に、うん、イナゴとか結構食べてる人いる。そうそう、イナゴはあの稲を食べる草食系のあれなんで、うん、体に悪くないんですよ。だけどそのコオロギに関しては雑食で、なおかつその体の部分に発がん性があるって指摘されてる。中国の漢方の時点では女性が不妊になるって言われてる。だからそれをね、まあ今日本でそのムーブメントちょっとなくなってきたけど、でもまあいつかそうなる気もするけどね。一回流行ったじゃん、またって可能性あるよ。その時はもうちょっと日本人さ、緩んでるというかさ、まあ、確か前にもあったからなみたいな。まあ実際世の中ね、今フェイクミートとか流行ってるじゃないですか。だから俺たちはそういうそのフェイクの食べ物を食わされるようになるのよ今後。食料危機だっつって、家畜とかはもうそんなに食えないっつって。だからお金持ちだけが本物の肉にありつけるっていう世の中に、まあ、なっていくと思いますよ。悔しいな、うん、でもあんまり広がらなかったですね、コオロギ食。コオロギは広がらなかった ね、まあ、普通に気持ち悪いんだよ。そもそも虫を食う文化がないところが虫を食べるって普通に気持ち悪いんだよ。だから多分徐々にだと思う、こういうのは。一回あったじゃない、そういうムーブメントが、うん、また来るよ多分。そんでだんだん慣らさせていくというか、あのアレルギーのさ、強引な治療法みたいな感じでさ、ちょっとくっくって治すみたいなのあるじゃないですか、うん、あれに似たようなもんでね、うん、徐々に徐々に、うん、ということで、まあ、今日の本題ですね、まあ、今までいろんな話をしてきたと思うんですよ、近年のそういうちょっと陰謀めいた話の中で、まあ、それを一回こう、まあ、時系列にというか、まあ、今年もしくは来年、まあ、来年あたり結構ね、世界的にヤバくなんじゃないかみたいなさ、噂あるわけじゃないですか。だからこの今年か来年の間で、まあ、起こることが確定しているものいや、うん、起こりそうなものを今回ちょっと紹介しようかなと。予言チャンネル。あ、いいね。YouTube 版エコノミスト。あ、エコノミスト。これエコノミスト動画。予告なんじゃないかと。予告なんじゃないかと。アマズラの指示で動かしてるやつがあるね。ロスチャイルドから資金提供されてんじゃないのみたいな。アマズラはイギリスとつながってるって言われるかもしれないね、これ。あ、でも全然そんな大したことじゃなくて、普通にあのニュースで出てる話を。うん、するだけの話なんで。まあ、まずね、最近で起こりそうなこと。もう間違いなくこれですね。はい、新紙幣。
そうですね、うん、絶対起きるな、絶対起きるじゃないですか。もうあの一万円札は渋沢栄一だっけ、うん、あれ1000円って誰だっけ、ニトベ、あ、ニトベ稲造か、え、5000は津田梅子、あ、津田梅子、うん、やっぱ新紙幣ですよ皆さんね、これね、まあ早速発行されたらね、いろいろ確かめてみたいですね、手元に欲しいよね、手元に来たらこう透かしながら、うん、あれフリーメイソンのマークかってやりたいもんね、 3D なんですよ、あ、そうだね、知ってるね、やっぱお前は絶対女の子の前で話してるガールズバーとか絶対そうよ、そう 3D ホログラムなんだよ、まあ昔からあるよねそういう技術はね、まあでもやっぱそういうデジタルをさこう連想させるような感じになってるっぽいですけどね、あの7月3日から渋沢栄一を描いた、まあ、新しい日本紙幣が発行される予定ですよと、でこれの狙いとしてはやっぱりタンス預金、やっぱ民間人結構金持ってる人いんのよ、家庭で保管されてる、まあ、昔からなんかこう貯金してるような古い金庫開けたらいっぱい金入ってるみたいな人結構いるんですよ、そういう地主とかさ、まあ、そういう古いお金を一旦銀行にこう、まあ、入れて一回国の資産としてこう数えるっていう、これがやっぱ狙いなんですよ絶対、新紙幣だってキャッシュレスになる世の中で別に新紙幣を大々的にやる必要ないもんですよね、まあまあそれが一つということで、まあ非常にこれも今年ですね、これ一番危険かもしれませんね、レプ V、 おお、レプ V 導入ですよ、これ相当やばいよ、10月からですこれ、今年10月からあの日本で始まります、7月、まあ意外とすぐだからね、はい、もう次世代 V と言われてます、これは何がすげえかって、自分の体の中でコピー&ペーストをもう大量にしていくと、 V がずっとコピペしていくんだって、体の中でバーってずっとそういう遺伝子になるんだって、でこれ日本が世界で初めて承認されたわけですよね、でこのコピペこれ制限ないんですよ、うん、コピペ制限がないの、だからいくらでも複製できるわけだから、そのリミットがないから、これが実はかなりヤバいんじゃないのって言われて、だから免疫が暴走したりとか、著しく免疫が下がるとか、これは世界的にまずいんじゃないのって言われてる、だから日本はあの今ヨーロッパのとある国なんかのプロパガンダでは悪魔の国だって言われてるのよ、うん、こんなものを承認した日本人はもう根絶やしにするべきだろうと、それぐらいの悪魔だろうみたいな感じで言われちゃってるの、まあ実際ね、これは今起こってることとしては、まあレプ V がどのうんぬの前にですね、そもそもね V 日本でもうある程度もう流行りましたから、うん、まあその時点であの日本人のお亡くなりになった人っていうのはもう3年連続で過去最高トップですからね、うん、記録してますよね、2022年の時点でのその亡くなった人としては例年より13万人多かったと、これやばいですよね、なおかつ2023年とか、まあ、大体あれが始まって3年ぐらい経ってってから前年比較すると48万人、これ何が起きてんのって話やね、うん、この原因何なのよってそこまで言えないけどね、はっきりとは言えないんだけども、うん、日本政府としてはそれは、うん、いや少子高齢化ですよということになってるんですよね、急だね、そんな急に死ぬかよって話やね、加速度的に、うん、まあ実際ですね、あれなんか体おかしくなっちゃったかもっていう人 V やってから結構あのやっぱ病院なんかでも原因不明のみたいなのは結構多いんですって、なんかもうあの医者としても治し方がわからないというか、うんうん、どうすればいいんだろうこの人はっていう人がざっと600万人ぐらいと、やば、なんか未知の病というか不具合みたいな、不具合が何ですかねそれはね、ストレスですかね、うん、みたいな感じで言われちゃうものが600万人、やばくないですか、600万人ってやばくないですか、だから別に死んでないけど何かしら不具合を抱えてる人はあれのせいで600万人いるんだよ、これ怖いよね、もちろんこのねこのことに関しては報道されることはないですよね、まあその現象っていうのはやはりあのテレビに出てるタレントさんとかアーティストとか、うん、そういう人を見てても非常に顕著だよね、急に増えたんじゃないですか、うん、そういうタレントの訃報もそうだし活動休止みたいなさ話あるじゃないですか、うん、体調不良とか音楽性の違いとかそういう話じゃないじゃない、普通にもう具合悪いからみたいなさ人めちゃくちゃ増えたしさ、この間なんてあのほら体操のおじいさん、あ、おいしい、うん、もう時代的にはもうおじいさん50ぐらいでしょ、だってやっぱひろみちおじいさんがね、うん、まさかのじゃないですかあれは、あれもショックだよ、うん、俺としてはもうお母さんと一緒っていうよりかはもうサスケの人になってるんだよ、あんなにバンバン飛んで回って歌って踊ってた人がおかしいだろと、まあ、今もバリバリじゃない、バリバリですよ、ね、だけどね急にってことですもんね、あの人もね何かあったんだろう、うん、あと今すごい日本で怖い感じで報道されてるのが人食いバクテリア、人食いバクテリアめちゃくちゃ流行ってるって知ってる、激症型溶連菌ってやつ、要するに溶連菌の一種なんだけど、それにかかるとなんか手足とかがすごい激痛が走るとかなんかしびれてきたりするんだって、なんか脳を食うんだって、これが流行ってるんだって、まあ一応これね、普通に治療法あるんですぐに治療すれば
死ぬ確率は低くなるんですけど、うん、なんかおかしいなとかってほっといてってると結構やばいなって、あ今すっげえ流行ってるってこれね普通に報道で出てるんですよ。うん、なんでそんなの急に流行ってんのみたいな話もあるしね。確かに、うん、突然さもうそんなもの昔からあった、これは昔からあるのよ、うん、その人食いバクテリアに関しては水たまりとかにも、あそう結構そういうところとか、あと、うん、普通に手洗いうがいしない人がどっかから結局もらっちゃったりとかもあるらしい。でも本当どこでそれもらうか分かんないんですって。まあそれがね結構今流行ってるんですよ。まあ実際いいね、まあ、それに限らず性病もすごい流行ってるしね。だからそれはほら結局さあの大久保公園の前の立ちんぼが原因だろみたいに言われてんだけどさ、うん、日本人の性の乱れだろって言われてんだけど、うん、やっぱそんなの前からそうなんじゃないのって俺思うわけよ。別にそんな最近日本なんてもともと風俗大国だったわけでしょ、うん、だからそんないきなり性が乱れるわけねえだろっていうところも考えるとやっぱり日本人がなんか弱くなってんだよね、免疫が。うん、やっぱ弱いのよ今日本人が、うん、っていうことだと思うんですよ、うん、だって何十年も前にも新宿から立ちんぼみたいにいたわけでしょ。いたからね、うん、なんとか族だっけなんだっけ昔からそうあるものをなんか急にそれの原因にしてるっていうところが、まあ実際それねみんな信じてるしね、でもやっぱちょっと疑うとなんかいや本当はそう違うんじゃないのって思うのが個人的な見解なわけよ。あとですね、まあこれもやばいですね、アルファベット3文字の組織がね、うん、来年4月から日本で始まりますね。これはあのレプ V が始まってからまあ大体半年ぐらいか、ちょうど半年ぐらい経ってから某 C ですよ。某 C、 あじゃあ CD ね、 CD 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 実際ねレプ V はコピペするわけじゃないですか。でそのコピペしたものが外部に出るんですよ、体から外部に排泄されるんですよ。でそれをまた拾うんですよ、近くにいた人が。でその人の中でまたコピペが始まるんですよ。だから自分の体の中でそれにかかる可能性があるわけ。流行ったじゃないですか、コブが、うん、自らコブになる可能性があるんだよ。わかります。だからそれでまた日本でうわめっちゃ流行ってるってなって日本のその CD がさやばいぞって言って世界にそれをまたプロパガンダして日本やべえぞっつってってなったらまた一気にまた始まるからね。だしこの後言おうと思ったけどその地方自治体法改正のあれ成立したもんね。でそうなってくると自治体に対して強い支持権が発動されるわけですよ国から、うん、もう緊急事態条項ですよしますかっていう状況になるわけですよ。これなんかさ打った人から打つみたいなさ陰謀論ちょっと前に流行んなかった。あった、うん、それに近いと思うんですね。で人から人へっていうその V が人から人へっていうことがこれもう現実に起こるんですよ、うん、めちゃくちゃ陰謀論だったもん、うん、でもこれ説明書に書いてある仕組みで、あといろんな専門家が言ってる感染する部位か、うん、すごいよねこれね、うん、まあ、あとはね今普通に起こってることとしてはね、うん、この間説明したと思うんですけどやっぱあの種子法とね種苗法の違いみたいなところで、はいはいはい、まあ、2018年に種子法が廃止されて、まあ、米大豆小麦っていう日本で大事にしてきた種類種ですね、うん、これを守れなくなりましたね。で2022年にはあの種苗法が改正されて、まあ、自家採取自分の家で、種その種を増やしちゃいけませんよというのは禁止されましたと。まあだからあの果物の木とかをなんかこう接ぎ木っていうかさその自分で栽培することもできないし、もうそれをやった場合懲役刑だからねこれ。種苗法って最大10年懲役刑だから、すごいね、家で家庭菜園しましたっつって、うん、最悪の場合その悪質性が高かった場合が10年って言われてるんですよ。だすごいやばくないですか。まあでもそこにはやっぱりさ F1 種っていうのがさもうこれ本当陰謀論なんでもなくすごい陰謀的に語られたりするけど、うん、普通にウェブサイト載ってるんですよそういうのって、うん、F1 種ってあのそういうことモンサントとか、まあ、今バイエルとかあと、まあ、ダウデュポンっていうすげえでっけえ会社とか、まあ、そういう会社とかが、まあ、ほとんどの日本の種を、まあ、占領してるんですよ。ほとんどですね、まあ、それによってね農家とかもやっぱどんどん種買わなきゃいけないからさそんなもの買ってる暇がない買ってる余裕がないっていう人はやっぱその廃業してる人もいるしね。で、まあ、その空き地を外国人に買われるっていうことにもなってますからね、うん、まあそうですね。だから結局あとはやっぱあれですよね、あのさっき言ってしまったんだけれども改正地方自治体法が成立、これ昨日出ました、うん、あの報道でこれもう出ちゃいまして6月20日もう成立してしまいましたね、うん、だからこれ最悪ですね。その10月から、まあ、あのレプ V が始まってから日本がまたパニックになった時に県をまたぐことを禁止ですよとか、うわお、行動制限が可能になるんですよ、うん、実質だ政府が言えば理論上可能ってことで、そういうこともあるし、なんならあのレプ V やりましょうっていうそこの地域だけは必ずやりましょうとかってなっていくわけですよ。まあそういうことがね今後起こり得るし、まあだからそれに最悪賛同しない人がいればお金下ろせなくなるとかね、その可能性も出てくるからね。そこまで個人情報の管理が行き届いてるかもしれない、行き届いてればね、だそういう管理と行動制限が進む可能性あるわけですよ、いう状況に、まあ、なってくる可能性が非常に高いと
だからこれから怖いよね、満員電車とかさ、いよいよ怖いよね。打ちまかれる。だって、うん、コピペのね、達人たちがいっぱいいるわけでしょ。歩く V がいるの、うん、いや、そうなんですよ、本当にこれ、これはもう本当に決まっちゃってることだからさ、今から変わんないのか、変わんないです、これは、うん、で、本当にいよいよやばいことになるんじゃないのって俺は思うんですよ、はい、電車乗らなくなっちゃうね、はい、もうそういうわけにもいかないしっていう、この瀬戸際に立たされてますよ今日本人は。もうループだよ。いやてかもう人とすれ違うの怖いよな。ハイタッチとかできない、やばいね。もう完璧に時差なくコピーされるよね。あ、もう前まで肘タッチは許されてたけど、肘もきついんだよ、もうね、きついか、肘から肘へ、はい、汗とかね、うん、唾液からねって言われてますからね。すごいな。今ほらサウナとか入ってるけどさ、ああいうところも やばいだろうしさ、まあもうお店飲食店なんかもうもろだよねっていう状況になる可能性が非常に高いと。これが来年までに起こることですよ、日本国内で。世界に目を向ければね、もうあの最近北朝鮮とロシア軍事同盟強めましたよね。一緒に運転してた、うん、中国とイラン、ロシア、北朝鮮、これもう同盟だから、これが攻め込む対 NATO になる。もうそういう準備が着々と進んでる世界に。本気のやつみたいな。いや結構でも起きんのかな、そろそろだって言われてるからね。北朝鮮とロシアどっちかに手出した国があったら支援するよっていう、うん、そうだね、うん、ロシアも今やってんじゃん。まあ確かに、だから実質動ける状況にあるってことだよね。だからいつゴーするかってことでしょ、うん、あとはもう北朝鮮もいつ再開するかっていう、うん、まあ、実際イランなんかもね、バックについてますもんね、ヒズボラとかね、うん、ああいうハマスとかね、やばいっすね、やばいっすよ本当に。だ始めようといえば始まるってことだよね、もうそこまで来ちゃってるっていう。で今本当やっぱ大転換のやっぱ時代にあるのかなと思うよね。やっぱ時代の変わり目だと思うよ、このいろんな各方面でのこの緊迫感というのは。まあということですので、あの家庭菜園だけは皆さん気をつけてください。菜園、はい、興味あるな。やってそうだよね、やってそうだよね。俺のばあちゃんやってるよ、多分やってるよね全然。あのはい、捕まります。基本はやっぱ買わなきゃいけないってことですよね。ネギとか育てたんだけど、ネギもやっぱりその毎回種を、ヤギ入りネギ、だからもう子供を残せない種になってるんですよ。だからあの F1 種って去勢、うん、されてるの、去勢の種なのよ、植物去勢されてるの。これが人間になるよって話なの今後。毎年種を買わないと、ね、そう買わないといけない。今ほら F1 種って買わなきゃいけないでしょ。でそれはもう子供生まれないの、その種は。まあだからどちらにせよそれはあの自家採取なんてのはできないようになってんだよね。じゃあ質問に行きたいと思います。はい、なんか都知事選、うん、この前紹介したのに、まあ、4人じゃないですか、うん、4強と言われて、うん、まあ、他にもたくさんいっぱいいるからね、たくさんいるのが結構カオスな感じになってると思います、ね、おもろいよね、はい、あの最近話題になってるのはあれじゃん、あのほらほぼ全裸の女がさポスターに貼られてるみたいなさ、あれ笑っちゃうよな。あと AI いるよね、 AI、うん、全裸の女結構スタイル良かった。そうなの、ちゃんと素敵だね。でもあれ警視庁にさすがにあれでしょ、なんか警告やったみたいね。警告な、うん、あれダメでしょ、だって子供とかも見るんだから。ほんと4級以外見ると、あ、ほんとマジで結構おもろい人いっぱいいるしさ、あのなんかあのおもろいよ、うん、その人たちは多分絶対受かることはないだろうからさ、前例を考えてもさ、まあやっぱゆり子さんなんじゃないの。ゆり子さんか。一言で言ってしまえば、やっぱグローバリズムにやっぱ貢献できる人が受かると思うよ、うん、それは間違いないよ、うん、東京都としてもほらソーラーパネルとかの話もあるしさ、もっと今日喋ったけどその V の話もそうじゃない、結局それにどれだけ貢献できるかと思うよ、いかにそれを推進するかの人だから、それを反対って言ってる人はもうダメよ。ゆり子さん東京から電柱なくそうとしてるんでね。あ、そうなの、うん、電柱街の景観的に、うん、あ、地下に埋めてる、全部埋めよう、うん、そうそう、埋めることを公約にして、あれめちゃくちゃ体に悪いよ、中入れちゃうと。だって今まで頭上に飛んでたものが普通にダイレクトに足から来るからね。電波自体変わんないのか、こうかっていう、うん、ただ隠すだけだ、隠しなおかつその影響をもろに受けるっていう、うん、でも今もう実際にその地下に埋まってるアンテナってのはあるんだよね、うんうんうん、ある現代のアンテナ。あ、まあそうです、じゃないと地下鉄とかね、もう結構ねやばいことになってきてるんですよ、うん、携帯もいよいよあの本格的に始まるらしいよ、本格的な出力になるらしいよ。まだ本気出してなかった、本気出してなかった、やっぱり。どうなんの、どうすんのかね、10月とかにそれが急にね中国みたいになっちゃったらね、おじゃあ緊急事態発生ってなっちゃうな、るな、繰り返してんな、やべえやべえそれは緊急事態だもんね、隔離じゃ隔離じゃつって、やばいよね、うん、まあ皆さんあの、まあ、なるようになるということですね、なるようになるということです。はい、こんなことで、まあ皆さん2024、2025は結構、激動の年になると思いますので、はい、気をつけていてください。信じるか信じないかはあなた次第です。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。激動のグローバリストの方はぜひ DMM に入ってみてはいかがでしょうか。黒幕が、メインチャンネルチャンネル登録よろしくお願いします。プロシューという字は今日
取材には一切応じない異様な雰囲気を醸し出している。私何にも知らんから、そんな関係ないっていう。命を取られてしまうと噂されている。なんで知ってんの？動画撮ったりとかできる。ああ。